はい、どうも小太郎ですっていうわけなんですけどもね。はい。いや、今回はですね、先週木曜日に言いました、体重を発表しますっていうことですね。はい。もうね、あまりにもね、太りすぎたんで、もうこれはね、ちゃんと週1回、動画で体重を発表しようとね、これ発表することによって今、チャンネル登録者数が何ですか、1480人ぐらいですかね。その人がね、ちゃんとやってんのかっていうふうに監視してもらえると思いましてね、この企画をやってるわけでございますっていうわけなんですけども、先週がですね、75.1kg、かなりデブですよね。はい、僕のね、人生で一番太ってる時が 78kg やったんで、もう危うくもうちょっとで2.9kg、78kg になるぞっていうね、もうこのギリギリのラインなんですけどもね。はい、その時登山やってへんかったかな。登山やってへんかって 78kg ですかね。これやってて 75.1 ですから、かなりひどいもんですよね。はい、そりゃ登山もクライミングもやってて 75.1 なんですから、もうかなりひどいもんですよね。はい、でね、まあそんな中でね、ちょっと多少頑張りましたよ。はい、まあまあ一応結果から申しますと、73.3kg ということでね、 1.8kg 減となっております。はい、まあまあちょっとね、中途半端っていうか、まあまあ1週間やったらこれぐらいなんでしょうかね、痩せるのは。ということで 73.3kg なんですけどもね、まあ何をしたかってことですよね。はい、まずですね、夜は極力食べないってことですね。まあ昼はまあそこそこ食べて、夜はね、もうほとんどまあところてんとかですね。はい、まあそんな感じで、何やろ、ところてんやろ、で、あとなんかこんにゃくとかね。はい、でまあジュースだけ、野菜ジュースだけとかね。まあ夜はまあ極力も食べんとこうと思う。もう夜に関してはもう俺は食わんっていうふうにね、もう決めてやってるわけなんですよね。でね、あと一番のダイエットはですね、見たら、僕最初のね、動画、今年のね、目標の動画で言ってましたね。体ほぐしチャンネルっていうね、YouTuber の方ですね。女性のね、エアロビのやってる方なんですけども、そのね、YouTube を見ながら延々エアロビをするっていうね。はい、それがね、前は20分とかなんですけど、これはもうちょっと性根入れなあかんってことでね、40分延々やるわけなんですよね。40分延々やるってことで、まあ、どんな感じの、結構ね、テンションが上がる曲が多いんですよ。まあ、例えば、まあ、言ったら、夜にかけるとかね。今の流行りの曲ですね。ちょっと前流行った曲かな。夜にかけるとか、まあ、ビーズはなかったんかな。あと、なんか、プリンセスとか、チューブとかですね。まあ、そういった流行りの曲、ちょっと昔懐かしい曲から流行りの曲までね、こう、いろんな曲に合わせてね、こうやってエアロビをするわけなんですよ。で、結構激しい動きが多いんで、これ40分やってたらかなり痩せるんかなと思いますよね。だからまあ、ボルダリングジム行ってる時はまあ、それやらずに、まあ、いかん時はもうそれ、体ほぐしチャンネルの番組、バンバンダイエットしていこうということでね、やってるわけでございますというわけなんですけども、まあまあそんな感じですね。そうですね、目標言わなダメですね。来週の目標はほな2キロ減にしましょうか。な、僕 73.3 キロなんで、来週はですね、71.3 キロ、これ2キロ減目指していただきますんで、またね、監視ですね、監視していただけたらと思いますそんな感じ、頑張って痩せますんで。はい、まあそんな感じで、ほなさいなら。